管理局地上本部と機動ロッカの襲撃事件、壊滅した機動ロッカの大社に代わってロッカメンバーが次元高校船アースラへと本拠地を移動して27時間、隊員たちの多くはまだ病院、フォワードメンバーもまだ地上。あ、ナノハ、フェイト隊長、地上の方はもういいの？うん、ビータちゃんやシグナムさんたちが引き受けてくれてね。居住区画の整理はもう済んでるから、部屋に戻って一休みしたら？ありがとう。でもまだ平気だから。そう。ハヤテちゃんは？ブリッジにいるって。私も今から向かうところ。うん。ハヤテちゃん。あ、ナノハちゃん、フェイトちゃん、どうしたの？立ったままで作業なんて。あ、いやな、なんとなくここに座るんがためらわれてもってな。ここって館長席？10年前はリンディさん、この間までは黒野くんがずっと座ってた席やろ。私にはなかなか重いなってな。ちゃんと座らないと危ないよ。アースラは今は機動ロッカの船なんだから、部隊長がそこに座らなきゃ。そうやね。大丈夫、よく似合ってる。おおきにな。あ、アースラに乗り込むメンバーはさっき全員決定。病院にいるみんなも順次こっちに合流するって。副隊長とフォワードたちは地上での作業を済ませて今夜には上官の予定。はい、了解や。そういえばリーンはまだ本局？うん、意識はもう戻ってるんやけど、まだ治療がいるそうで、今はマリーさんがついてくれてる。うん、経過は順調。さすが回復も早いわね。はい、ありがとうございます。あれから何か変わったこととかない？あー、ですね、うん、よく夢を見るようになったです。夢？どんな夢？目が覚めるとほとんど忘れちゃってるですが、なんだかとても悲しい夢だったり寂しい夢だったり。そう、まあ体調を崩した直後だし、プレッシャーやストレスもあるだろうから、別に不思議なことじゃないわよ。うん、よし、じゃあこのまま1時間くらい横になっててね。後で経過を見に来るから。はい。ああ、そうだ、さっきビータから連絡があってね、ザフィーラまだ意識は戻らないけど電話には答えてくれるようになったんだって。本当ですか？うん、目を覚ますまでもうすぐだから、リーンも早く良くならないとね。はいです、頑張ります。うん、じゃあまた後でね。ありがとうございました。ビータちゃんは無事でしたし、シャマルも随分良くなったみたいですし、本当に良かったです。でも一人であれだけの火力を出せるあの融合機、それにカウンターを取られたとはいえ、ユニゾン状態の私とビータちゃんを一撃で落とした騎士ゼスト、今まで見てきたような犯罪者たちとはなんだか違ったです。あの人たちは一体。以上がこちらで予定している作戦となります。オットーと言ったか？はい、ナンバー8、オットーです。騎士ゼスト、いつも連絡してくるナンバーワン、ウーノはどうした？重要作業中につき手が離せず、若輩の自分が皆さんへのご連絡を担当する比例、お詫びいたします。いや、おお、いいか八番、あたしらはお前らの思い通りになんぞ動かねえからな。了承しています、アギトさん。私はこちらの作戦日時と作業内容をお伝えするようドクターやウーノに命じられただけですので。うーん、
ありがとう、夫。いえ、ルーテシアお嬢様。こちらもお前たちの邪魔をする気はない。だが、お前たちがこちらの邪魔をするなら、姉妹たちには改めて念をしよう。それでは失礼いたします。うわー、相変わらずムカつく。不愛想だ、生意気だ、失礼だ。愛想のいいセインやウェンディも、生意気でも失礼でもないチンクのこともアギトは嫌いでしょ。あの機械姉妹は全員嫌いだ。奴らへの好恶は別として、今回の作戦については嘘を並べる理由がない。まあそうかもしんねえけどさ、信用していいと思う。ルールーはあいつらに甘い。旦那もあの姉妹たちも10年以上前から活動している1番から4番まではともかくとして、開発が新しい6番以降は少なくとも自分で望んで悪事を働いているわけでもない。ある意味では哀れな子供たちとも言える。もうレリック探しも手伝ってくれてる。もう7つも見つけてくれたし。それでもこないだルルーが襲った部隊にはレリックなんてなくて、変なチビガキがいただけだったって。西欧の器、かわいそうな子だから助けてあげてって。ルルーの探してる11番も未だに出てこないじゃんか。だから探すんだよ。次の事件が終わったらナンバーズのみんなが手伝ってくれるって。旦那、なんとか言ってやってくれよ。ルーテシア、次の作戦の時は動かずにいてくれるか。安全な場所で俺とアギトの帰りを待っていてくれ。俺とアギトでまた11番を探そう。なんか険悪。腹は減るし、イライラするし。お腹が減るからイライラする。そうだな。なんでそういう時だけ気が合う。チョコ、フルーツ入り。ありがとう、ルール。食ったらちょっと寝る。最近夢見が悪くってあんま寝てねえんだ。ああ、ルールのフードちょっと借りるからね。当日までまだ時間はある。お前の探し物を続けるか。さっき1番から4番までは別で、6番からはかわいそうなのかもって。ああ、じゃあ5番、チンクは稼働時間は長い。少なくとも8年前には十分な経験を持って稼働していた。俺が目覚めたばかりの頃はよく世話を焼いてくれた。監視の意味合いもあったのかもしれんがな。意味合いも、つまりはよくわからんということだ。つかみかねているのさ。チンクはゼストとどこか似てると思う。ん？無口だけどまっすぐで強い。そうか。チンクの怪我早く良くなるといいけど。ああ。